さん、こんにちは。今日も初夏の陽気を感じられる。日になりました。シャープが4つで、えい、ほっぽんちょ。はじめにシャープがつく、フラットがつくのを調合と言います。途中でシャープやフラットが出てくるのが、おっと、臨時記号と言います。フラット一つで、へっちょうちょ。おっと、こんなところに、フォルテ、強く。ピアノは弱く、クレッシェンド。だんだん大きく、三連符も均等に。おっと、ダルセーニョ、アル、フィーネ。実にたくさんの音楽用語に速度記号が出てきます。右手左手の役割分担に音量バランスを考えて弾く。これは初見力をまず身につけることで可能になります。よく先生もいろいろ尋ねられますが、初心者の方にも分かりやすいレッスンを心がけております。シャープが一つでファドソレラミシトニイホロヘハチョウチョウになります。フラット一つでヘロホイニトハチョウチョウ、つく順番はシミラレソドファになります。この線は重線と読みます。重線でございます。最後につくのが終止線でございます。ペダルの踏み替えも実に細やか。ペダルを踏む、離す、実にピアノは一度にたくさんの作業をこなしているのです。先生もよく褒められて嬉しくなりますが、誰でも褒められるとまた頑張ろうと思います。よくこんな曲弾いてるわね。と褒められるとまた頑張ろうと思います。当ピアノ教室では、幼児のお子様には楽しく、わかりやすく、愉快なレッスン。五線ノートも幅の広い五線ノートを活用しております。ドレミの音の階段が幅の広いものだとわかりやすいからです。大人の方は通常の五線ノートを用いております。終止線に重線、コードネームの仕組みに基本を理解して弾くと、あら不思議、とっても簡単に弾けます。今日もお話ししましたが、ドミソ、ドファラ、ドミソ、シファソ、ドミソ。これはハッチョウチョウです。次はトッチョウチョウをお届けします。トチョウチョウは基本形はソシレです。ソシレ、ハドレ。今度はヘッチョウチョウ。ヘッチョウチョウは基本形はファラドになります。ファラド。はい、ファシレ。
はい、ファラド、ミシド、ファラド、もしくはラドファー。はい、シドファー。はい、ラドファー、シドミー、ラドファー。今度は一旦調。波長調の動詞調ではなく平行調にあたります。一旦調は波長調の平行調でございます。一旦調。D マイナー、A マイナー、E セブン、A マイナー、はい、A マイナー、はい、D マイナー、はい、A マイナー、E セブン、A マイナー。それでは今度は日短調。日短調はファラレからスタートいたします。基本形はレファラですが、今日はファラレからお届けします。日短調、D マイナー、G マイナー、D マイナー、A セブン、D マイナー、はい、D マイナー、はい、G マイナー、はい、D マイナー、A セブン、D マイナー。それでは展開してラレファからお届けします。 D マイナー、 G マイナー、 D マイナー、 A セブン、 D マイナー、 D マイナー、 G マイナー、 D マイナー、 A セブン、 D マイナー。独譜が苦手な方はぜひコードネームを覚えてください。これはとってもピアノが簡単に弾けるコツです。独譜が難しいから練習がはかどらなくなるのです。ゆっくり読めばできるようになりますが、まず独譜力をつけて主要三和音にコードネームを覚えて、簡単で楽しくバリエーション豊かに弾くのがとっても簡単です。トーピアの教室はいつも楽しいサプライズに、なぞなぞダジャレ。楽しいことがたくさんでございます。ガラポン抽選会にモグラ叩き。練習してこない生徒さんにはたまには罰ゲームも与えません。それではまた、バイバイキーン。